末からここの内側が膝の内側、はい、で、首でグリグリするのが痛くて、多分ね、大きく考えられるのは2つですね。アホになってしまったかそれは冗談ですよ。ちゃんと縦腰再生のメカニズム通り動いてね、膝の内側、片膝が痛かったんですよね。よく痛くなりやすい過去ですよね。これはね、おそらくですけども骨盤がずれてたはずです。ずれっていうのはこう仙腸関節ありますよね。こう骨盤があってこうずれるわけです、骨盤がね。でそっちの骨盤がおそらくですけどこうなってたはず。そうするとこの ASIS でこの下に膨らみありますね。下前腸骨棘っていうところです。ここから下の頸骨側面とか内側にも方向筋という筋肉がついてます。方向筋はこの ASIS からついてますけども、でこれがこうなると腰がこっちに入ることになりますので、こことここの距離が伸ばされた状態になりますね。ピーンと伸ばされるでしょ。だからここに負荷かかり続けるんで、そこだけ痛みが出るんですね。でそれ骨盤のズレが治ったら一瞬で痛み消えるんです。縦腰体操でアホみたいに大体ことどいどいこの日どの瞬間に取れたかわからないけど、おはようぐるとおやすみやってたら、これがこう動かすんだから。で今日仙骨もやったからね、余計この間動かしたじゃないですか。だから歪みが治っちゃったんですね。そう、多分ここがアホになったんではないと思いますだから膝痛くなりやすい人でも、膝痛くなりやすい人多いね。原因は何かって、もちろん人それぞれあるんですけど、根本の一つに集約してやっていくとね、中心使えてないことなんです。でこういう仙腸関節とか中心部分にある関節が使えてない人ほども、当たり前なんですけど末端に負荷かかるので歪みが出ますから、普段から使えてたら歪まないわけです。痛みがもう一生起きなくなってきますから、だから膝痛くなる人も仙骨開発はもう超おすすめなんですよ。だから膝を何もせずとも回復するじゃないですか。膝というものがなんか悪くて痛み出てるって考えてる人多いんですね。すごい、縦腰シップに勝ったねでこれ理論通りのことが起きてますよ。歪みが原因だったと思います。だから逆にそれチャンスと捉えて、今そういう症状出てくれるってことはね、チャンスなんです。自分の体をうまく測れるチャンスだから、今日の中心王子を目指すんであれば、王子が絶対動いてる関節運動させていったらいいわけであって、仙骨その一つでしょ。これやってったら痛くなくなりますよ。あと今日足やりますけど、足も膝とすごく関係あるので、それやってったらもっと痛くなくなるんで、その2つやっててください。はい、ちなみに3キロぐらい太っちゃったからっておっしゃいましたけども、体重と膝の痛みっていうのはね、直接的関係はないんでね。そりゃそうやん、そうやったら相撲取り全員膝痛いでしょ。あと痩せてる人ガリガリの人膝痛くないって理屈になるでしょ。それ当たり前のことを考えなあかんよ。痩せてる人でも膝痛い人だらけやん。なんか体重じゃないんですよ。悲劇やで、病院で言われねん、太って痩せてくださいと。で頑張ってめっちゃ痩せてん、余計痛くなってんねん膝。どういうことなんでしょうか。いや体重のせいじゃないからですよって言って、じゃあ先生食べて太ってもよろしいのって、別にいいですよって言って、それ好き好きですよと、太りたかったら太ってくださいって言うわけですよ。全然関係ないんですよ、体重は。どういう風に体が使われている状態であるかっていうところだけが原因です。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。